ありがとうございます。じゃあ、いやー、暑いですね。暑いと言ったら、DVD がね。全部そうや。楽しみですよ。ちょっと目やねん。すいません。もう死にかけの犬みたいな、目やねんの量が。今一番いいよ、時期的にトラベル。そんなめちゃくちゃ暑くもないしね。ビジネスじゃないですか、ビジネストラベルでしょ。ビジネスの要素最近ちょっと薄まってこの番組はしがない芸人たちがあなたの願いや思いを叶えるために日本全国どこへでも全力で旅をしてきますので、笑ってくだされば幸いです。川端に行きますよ。一生懸命作ったちくわ。おー、あのゆるキャラ。同級生とかにさ、LINE しまくってんだけどさ、はい、既読になってんだけどさ、はい、返信が来ないんだよ。あの、何ですかちくわって。地元にまず嫌われてるゆるキャラ、どうやって応援すればいいんですか。で、俺は嫌われてるかもしれないけど、ちくわは嫌われてないかもしれない。地元で。分かんないけど。地元で嫌われてる。動くのちくわが。動く。見して。ダメだ。なんで。ガチ侵略したよ。ボコボコ、いや、サイさん、多分ボコボコ言われるのが、ノリさん、ボコボコ言われるのが、あんたがそうなっちゃ、誰が押すのよ、ちくわんを。この番組のルールを矢野ペペが説明いたします。インタビューやメールで行ってみたい場所を聞き、その中からランダムに目的地を決定。依頼者の代わりにその場所へ行き、僕らがお望みの写真を撮ってくるルールとなっております。多いですよ。あれ、取材も。あ、そうです。今日テレビガイドさんが。みんなもっとギュッといっぱいいる感じにしましょう。最初はグー、じゃんけん、はい。地元がですね、兵庫の川西多田神社というところがあるんですけど、うん、はい、ご自身は兵庫で住んでるんですか。はい、あの関西から来ました。今日、関西キッズです。関西キッズ。テレビ朝さん、兵庫から来られてますんで、はい、それちょっと。どちらから。長崎の行きの方から。長崎行きって言ったら、フェ、あのフェ、フェ、あのフェ、フェ、ちょっと関西の方の後で。全然近くないです、別に。地元が八代で、はいはい、ボリケンツーリストで八代をちょっとピックアップしてほしいなと思いました。あら、これやばい。八代群も含めていいですよね。いいです。いいですよね、はい、了解しました。宮城県の田代島っていうところが猫島とも言われてて、ニャンニャンとニャンニャンしてくれば。ニャンニャンとニャンニャンって姉妹です。姉妹で。妹です。来月、来月生まれるので、はい、京都の藁天神宮、うん、安産祈願の有名な、実は私も今お腹にいて、お守りに藁が入ってて、藁の節があるかないかで男の子か女の子か分かるみたいで、それ僕たち見ちゃっていいんですか。あ、見てください。藁人形。わら人形なわけねえだろ、お前。爪を来ましたね。三葉さんと。ダメだ。ダメだ。ダメだ。テレビガイドさん、あの爪をね、してる人がいるんで、ちょっといいですか。三葉さんというのはお刺身のことですか。あ、お刺身。栃木県の足利にあるフラワーカーブ。すいません、飛び跳ねていただいて。最初はグー、じゃんけん、ほい。あいこでしょ。やった。アミさん選ぶだけです。世界から。僕が人生一遍も悔いなしですもん。いえ、だいぶまだあります。 A で。 A で、なぜ。ももクロが大好きなんですけど、かなこちゃんの。いきます。あみだくじ、あみだくじ、合ってるよね。あみだくじ宮城。うわ、合ってる。2回目ですよ、ね、すいません。あ、すいません、斉藤のミステイクです。すいません。斉藤があみだくじでまさかのミステイク。単純に線に沿っていけばいいだけなのに、なぜか途中で上に上がる斬新なミスを犯したため、もう一回。あみだくじ、あみだくじ、いいって楽しい。あみだくじ、あみだくじ、はい、あみだくじ、はい、京都です。はい、おー、京都の方。皆さん、2回目のリアクションもありがとうございます。グダグダしましたが、今回のゴリパラ見聞録は京都府藁天神で安産祈願の旅でございます。ありがとう。ありがとうございました。忘れないから。ありがとうございました。
お気をつけて。ありがとうございました。いや今日はすごい人とね、テレビガイドさんもね、鍵つけてやっぱ。サイト言い方。いやでも京都でしょ。問題が出てきますよ。宿。ないよ。ちょっと今すぐね、余韻ってあるじゃん。斉藤のお兄ちゃんはどこ住んでるんやったの？京都市ですね。泊まれないの？子供できたんだから、もうファミリーだから。お祝いを私に行く形にはなる。俺破産します、本当に。出産祝いは貸すよ。いや、だったら、いや、だったらじゃない。でも、出産祝いは結婚祝いと違って、1万円とかでしょ。5行っときゃいいんじゃないか。いや、ちょっと待って、ね。5? いくらまで出せるの？いや、ちょっと、ま、本当だったら全然出せないよ。もう、あれがいいね。超過半過みたいなやつで。これさ、そこにギャンブルを乗せんの？全部違うから。出産祝いでしょ。子供見た？まだ見れてないよ。見てない。本心のギャグ見してやれ。サイド、はい、分かりやすいやつがいいからね。ソーラーソーラープーカプカみたいな感じ。どうしたこの一人。なんか飲ましただろう。止められないんだよ。川端からあの博多駅までずっと意味が分かんない。外国人乗ってんのかなと思って。さあ、京都ですね。宿がね、ちょっと今あの何しろ一人です。ボム、うん、京都。京都。さあ、京都の街を。宿は長岡京市っていうところで撮りました、はい、初めて聞いたな。ひとまず長岡京市へ。ボーイさんがレンタカーから借りてきて、京都滋賀のラーメンを。これね、前借りた人がね、点数つけてんすよ。マジか、うん、レンタルのやつによく書くよね。俺を返せば次の人にここ美味しいですよっていう指針になるかもしれないですね。なるほどね。いやいや、それでもやっちゃダメだよ。行きたいな、明日昼。そいつが何もわからんぜ。なんか全然雰囲気がつかめないからふわふわしちゃうな。そうね、ボリさんもやっぱデータがないからちょっと嫌でしょ。バグってるよ今。簡単にバグるな、このコンピューター。なんか時間もあるし、寄りたいとこあったら寄りますんでね。一個あるのはもう勝負園。さっき携帯で調べたんですけど、はい、天満宮があって、そこの池に勝負が綺麗に。天満宮という菅原に、あ、三つ座の子、もしかして由来があるかもしれない。うわ、すごいよこれ。池、これは無理だろ。これは無理だよ。無理か。社務省行こうよ。だね、ちょっと行ってみようか。三つ座の子の流れでから来ましたよっていう。歴史ポリスマンとしてはね。あれ、出動？なぜここにってことになってくるんじゃん。俺、道真公ってどういう人なんですか？都にいて、左遷になって福岡に飛ばされっていう。あ、太宰府のだ。そう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 。すごい人なんだな。お、いいじゃない。いいですね。無理だよ、無理無理。長山もうほんと腰めちゃくちゃ下げられる？下げれます。うん。ちょっとなんか急に変わったな。急にそれになったね。そう。どれ？え？どれ？いや、今日のそれになったよ、ほら。はい、頼むぞ。あいつはね、あのニコニコしてるからね、警戒心をなくさせるんですよ。ニコニコがあいつの唯一の武器ですからね。あ、来た。OK です。おー、来た。マジで。さすが、ニコニコ長山。本で見て勝負見に行こうか。ちょっと待って、これ何？1億円収めちゃったから。うわ、すごい。こっち7200万円だよ。7200円。あ、200円か。いや、だとしたらこっちの人かわいそうじゃない。いや、相当昔じゃない。当時で言うと1億に匹敵するぐらいの。いや、なんてないの。だよね。なんかやっぱこういうとこ来るとさすがの俺も健やかな気持ちになるんじゃない。ちょっとだけ聞いてくるね。あの、うつうつってさ、うんうん、ここにいたっていう事実が欲しいんですよね。なんかもうね、あるじゃん、パンフレット。長山こう、あ、出てきたね、道真子、ね、うん、ここに祀られてるのは道真子だね。やっぱ関係あるね、道真公と。いや、パンフレットあったんで、今分かったっす。長山が持ってたんです。いやいや、長山情緒がないよ。よし、やっぱ学業の神様になるんですよね。ああ、そうですね。そうです、そうです、そうおっしゃってました。学業の神様になります、うん、そうおっしゃってました。ちょっとじゃあせっかくなんで勝負。ちょっと今日はビューティーカットが多くなるかな。いいね、この昔懐かしい感じの。ここに隠れて、OK っつったら出てきてくださいよ。一回隠れてください。じゃあ行きましょう。誰が見たいんや。天然だよね。誰も見たくねえっていうの気づいてねえんだ。スターだと思って。マジで最近スターだと思ってっかんね。行かれてるとしか思えない。ありがとうだろう、見ていただいて。本当だったらもうお仏だぜ。勘違いしちゃった。図が高いんだよね。図が高い。大丈夫よ。はい。
どうしたんですか。いやもう突っ込むのめんどくさい。大ショットやもんな。顔作って。これ勝負じゃない。うん、え、あれこれ。ほら。どれ。あ、ほら。ああ。なるほど。あの見てください。3つだけです。いやいいじゃないか。我々も3人で頑張ってんだから。これいつもみんな思ってると思うんだけど、俺人生の中でこの部類の虫が一番嫌いなんですよ。これ何なん、これ名前何ちゅうのこれ。あれちょ自転車乗ってたら口に入ってくる、うん、そうそう、めっちゃ腹立たんこれ。俺も嫌いじゃあるけど、まあ、腹立つまず。これをさ全部ここのさ蜘蛛の巣に全部こうやるっていう、もうやりたいの。やってみないの。もう全部やべ、サイコパスだな。ストレス溜まってんだろうな。おやばいやばい。ほらほら。やばいよ、もう本当にやばい。周りからしたらゴリさんも同じように見えてますよ。どうぞ。鬱陶しい。鬱陶しい。あ、カメ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 、来い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 。カメ。二つ目発見しちゃった。これね。これが言ってんの。これですよ。神保大臣に鯉が食ってくれるやん。いやちょっと待ってくれ。やばいぞ、これ。ゴリさんがやばい。あ、鯉にね。鯉に食べさせれば。やれ、ほら。下に教えてる。ごめんごめん。怖い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 。違う違う、リアルにリアルに。リアルに、これ、これ。なんすか、これ。いやー全然やん。おい、ほら。食え、ほら。鯉、ジャンプジャンプ。おい。一旦止めて、疲れてる。うわ見てこれ、うわうわやべやば、狙われてるかもしれない。やば、俺たち囲まれてる。ちっちゃい武士でもやっぱり力を合わせるとパワーを感じるね。だってさっきこう仲間を餌にしようとした時、振り返った時にも俺たちもロックオンされてたからね。もともと行ったんじゃないですか。いやいや、いなかった。このちっちゃい仲間たちを今俺たちがこうするとするやんか、して、そしたら絶対後ろの仲間が助けに来てるから、ちゃんとやってって。はい。俺たちには分からないようなエスパー的なもんでサイン出してんだよ。で振り返ってほら、いやずっとおったわ。ずっとおったわ。しっかりしろ。いやさすがにきちいわ俺も。じゃあこれ風圧でこうやったら向こう行くの。こっちにやったら向こうから来るはず。こうばらかしてるやろ、はい、で下に行ったのをしたら後ろに一匹もらえんやん。いないな。なんで。行きますよ。ちょっと調べました、さっきの、さっきの虫、ユスリカっていう虫で、うん、カバシラは一匹のメスと多数のオスで構成されている。メス一匹だけなの。交尾のためで、うん、成虫の寿命は長くても1日から数日ぐらいであると。くどいてんの僕らがめっちゃ邪魔してたんですよ。1日から数日しか生きれないんですよ。それをゴリさん恋に食わせようとしてたんですよ。悪いことしたな。いやでもこれだけでも俺見方変わりました。ユスリカ今までムカついてたけど、俺邪魔って思ってたでしょみんな。ユスリカね、それはもうそれは邪魔って思ってたよねみんな。いや別に俺たちそこまで思って勝手にあなたが怒り出して。訳があるんだな。しっかりと本人の前で謝ってきた方がいいんじゃないですか。大丈夫です。ユスリカの前で。それ今度会った時に。さあパーティーの始まりだ。一応リサーチしてきましたよ。343のうまそうなとこ。じゃあ行こうか。ちょっとお店探すがてら、この阪急電車のこの感じ、昔乗ってた電車ですから。あ、梅田行きね。そうそう、うるせえな。心の中で思えば。おい、交尾してんだ。ごめんなさい、邪魔すんな。謝った方がいいです。ほんとごめんなさい。すいませんでした。ケロほら。何やってんの。ここです。あら、いいですね。すごいね、ここ桃次郎。はい、4時までやってるよ、うん、ノーガードの殴り合いだ今日は。今宵はエンタメの香りがプンプンするこちらで一献です。ちょっとなんかおすすめボードっていうのが。すごいよ。何これ。手投げがまだこの踊り具っていうの。これは名物。これ行っておきたいね。本日の焼酎紹介でございます。ディー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 。普通に黒霧ボトルありますかって言ったら、ありますよって持ってきたのがこれでした。ただですよ、斉藤さん、コーラ頼んでですよ。これで来たんすよ。面白いなぁ。パーティーピーポーだな。これでかくないですか、これ。こちらでながらこのお土産。生きてますか。生きてます。さっきまで水槽で泳いでた。うわ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 。おお、足切ってもらって。あ、動いてる動いてる動いてる。これアミューズメント居酒屋だよ。はい、乾杯。桃次郎です。はい、復活。うわうわ、あいけ、あいけ、あ、俺食べんの。あー、食っとるじゃん。シューって。俺そういうのやるんだよな。
うわ、怖え。うわ、えぐ、うわ。食べて。うわあ。うわあ。どうだ。すごい。いて。マジでいて。でもめちゃくちゃうまい。動いてる。うん。熱そうに食べるね。おお。よいしょ。ちょっとお前の方にすみません。天然のカレーになってますね。はい。うま。プリプリ。うめえ。サービス精神ってすごく感じるな。一人1000円もんね。1人1000円ですよ。来た。斉藤の好物イカ納豆。刺し盛りの後出すもんじゃない。麺じゃないんだから。うまいい序盤やったね。ジョバ選手権やりたい。納豆 UFO をやろう。俺今度のイベントで納豆 UFO J1 グランプリ。ジョバジョバさせれるやつ出てこいや。お前今日いい感じで酒回ってきてんな。最近ちょっとね、俺とペペでちょっと話したいけど、アイドルとこう仕事する時のお前のテンションちょっと高すぎて、正直みんなちょっと引いてるって知ってた。 AKB のゆきりんとか倉持ちゃんやった時やったじゃないですか。なんかねスイッチが変わるよね。俺はできるっていうその見せたいんですよ、まあ、ふがふが感がすごくて。いやもうそれはもうしょうがないです。無理やから。ほんと空気読めなくてめちゃくちゃ邪魔なんだ。恥ずかしいね。いいところ見せたいっていうだけやと思うんですよ。中2ですよ。だけど俺も止めれんちゃんね。そこが切なすぎて。ハロウィンパーティーずらしてて一緒の空気吸えてるんだけど、まあ大したしろよ。ずっとあれもいろんなコメント言ってるけども、ずっと斉藤優です、斉藤優ですっていうセリフに聞くの。もういいですからって感じ。手出してダメ斉藤。手マジ万力や。ゴリラ寄りだぞ。DVD 買いました。どうもゴリパラ見聞録です。ちょっとね一人欠けてるんですが、こういう状態になってますね。何個目で起きるか。おーつかーつつまだ仕事中よ。はい。パラシュート部隊っていうのはやめろ。俺も首相したな。もうなのの指折りの髪型したね。いやもう電水してるけど。電水ね。電水ってなんですか。ゴリさん、娘に言われたんすよ。昔サマーズさん、三村さんがうちに泊まりに来たんですよ。はい、来て。サマーズってすごいとって。すごいよって。じゃあ三村さんと花大さんどっちがすごいとって言われて、どっちもすごいよって。だったらもう優子はもうそれに比べたらゴミみたいやねって。いやゴミやないって。ゴミとか言うなって。でもネタとかテレビでやらんやろ。パンとか食べてるやろって言ったんですよ。情報番組でパンとか食べてるやろって。すげえこと言うなと思って。娘がラッスンゴレライあったかいんだからを見てる小学生なんですよ。で俺はネタ作ってるんやって娘に言ったところで、テレビに出てるネタとテレビに出てないネタじゃえらい違いなんですよ。ネタなんでやらんとっつって、慶応の駐車場で言われました。そのネタが面白くなったよ。娘にあったかいんだからみたいなの作りなよって言われても。いやそれは分かるわ。ラッスンゴライ作りたかったよ。作れんもん。駐車の人さんなんて。いやこんだけ切実なことを想像していいのかなと思う。俺はなんでラッスンゴレライ先頭って。18年ぐらい芸人やってたらラッスンゴレライ先頭って言われたらもううってなるよ。そら娘も周りに自慢できるような親父になりたいよ。俺だってガストで作ってるよネタ。ラッスンゴレライって発想がない。たまたまやろ。
お父さん、もう諦めてると諦めてるとって言われたテレビで出てたの、諦めてるとバシッと言ったったか、お前諦めてない諦めてはない、俺はこれからの人間やっつってもうでも36、7や俺42やしょー気しょーいや、それやってるからそれやってるから気持ちで負けてんじゃんお前はネタ作ってないから分からない分からない俺だって、うわこれどうやろうかって思いながらやってるネタもあるよ、今の正直いやそんなことここで言うなお前が新人で俺誰が新人やこの50億人の50億分の1だろごめんテレビでやってなかったら終わりなんすよじゃあゴリパラ見聞録でやってればいいだろいいよ明日はまんまノーカットで流すよトメさん5分ぐらいのトメさん待ってくださいそれテレビでネタやってただろうって言えるアリバイのためだけに5分をもらうっていうごめんでも言われたんよなんかお菓子でも買ってやっても話そらせばいいじゃんいや嫌なよもう逃げるのでもやっぱ戦うとな一回失敗した人間だってもう一回夢見たいいやこっち水田猫のとこ行ったよねそう菅原の水田猫が京都という都で失敗して土台府で花咲かした俺たちでもやりたい東京では売れなかったけど福岡は俺たちみんな優しくしてくれたからもう一度東京にやりぶっ刺したいねえトミさん道真はその後どうなったの道真はちなみに失意のまま死にましたじゃん福岡ででも伝説になってくるじゃないですかそれで怨念が出てそのために祀ったんでマジかよなんでトミさんそれ言っちゃったんすかトミさん俺どうすれへんすか応援してくれる人がいるんだよあんだけ来てくれたね近所の皆さんもいるし明日パン食べさせてください明日パン食べさせてくださいトミさん思ってたのどっちだったか人生ってだからまっすぐなんじゃないだからまっすぐまっすぐもっとまっすぐ生きてうまくいかねえよな人生って夢は何ですかと言われることがこの世で一番知らん知らんのかよ今日はいい夜だよ次回ゴリパラ見聞録めいっこ見逃すな